連日暑い日が続きますが、和菓子屋さんではかき氷を連想させる氷の文字が入った旗がかけられています。広島市南区に去年オープンした尾道さくら広島店、大判焼きなどをメインに取り扱っていましたが、夏を迎え先月から暑い日も楽しんでもらえるかき氷をメニューに加えました。大判焼きに使用していた自家製の餡などをたっぷり使っていて、一番人気は宇治抹茶です。それではかき氷いただきます。暑さが吹き飛ぶ美味しさです。今日も熱中症警戒アラートが発表される中、涼を求めてかき氷を食べる人の姿が見られました。夏氷最高です。美味しいです。今日暑くて二重焼き買いに来たらあったので、ついでに買いました。今日は広島市中区で最高気温が 34.5 度まで上がったほか、呉市釜ヶ里と竹原市で今シーズンの最高気温を更新しました。また午後4時半時点で県内で8人が熱中症の症状で救急搬送されています。